はいどうも、すくさんのヨノです。今回はエンジニアの相口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、エンジニアやってかれこれ何年ぐらいですか ?10 年ぐらいですかね。ベテランになってきましたね。ベテランになってきました。多分ね、このチャンネルで誰やこいつと、まだ見たことない人もいるんで、僕からね、軽く紹介しておくと、いわゆるフルスタックエンジニアで、フロントエンドからバックエンドまで全部見れますと。今日話すのは、その中でもずっと相口さんが最初の方からもう何百本と作ってきた、一丁目一番地のサイト制作の部分ですね。いわゆるコーディングに近しい部分、はい、まあ一部開発も入ると思うんですけど、コーディングの部分でこの間面白いこと言ってたんで来てもらってますという話で、面白いことっていうのが簡単に言うと俺の時代が来ましたみたいなことを言ってましたと。でそれちょっと一旦簡単にちょっとご説明いただいていいですか。結論、うん、GPT でめちゃくちゃ速くなりました。おお、来ましたね、はい、僕もその話めっちゃ聞きたかったんですよちなみに先に聞いちゃうと、今のところどんくらい自分のコース削減されてる感覚あります？ 70% 削減されました。そんな来てるんですか、はい、これなんでこの話してるかって、多分僕が邪推すると、要は安くなるっていう話なんですよね。そうですね。結局安くなるし、受託者側からすると大量に同時並行で何件も案件を進行できる時間ができるので、はい、しっかり丁寧にもできるようになるみたいな、まあ、要は安くクオリティ高くっていうのが実現しやすくなってきたと、はい、じゃあなんでそれって相口さんの時代なんですか。なんで自分の時代が来たかっていうと、うん、今結局チャット GPT とか GitHub コパイロっていうツールを使えてる人と使えてない人の二極化がしていて、うん、使えない人が圧倒的に多いんですね。周り見てもチャット GPT あんま使ってないよみたいな人が結構多くて、うんうん、信じられないな、うん、それは体感でどんくらいの人が使ってないイメージですかね。基本もう使えるのって感じの反応です。なるほどなるほど。そういう人って結局作業の効率化が異常に進んでるから、はい、レベル高い人の方が雑魚よりも安く提供できちゃうっていう、そうですね、謎の現象が発生しつつあると。はい、相口さん今実際どんな感じですか、費用相場に対して。半分とか、おそのぐらいで全然提供できるぐらいの実装コストが下がってるんで、うんうんうん、まあ、その代わりなんで実装に今までかけた時間を他のなんか部分に使ったりとかができるって印象です。なるほどなるほど。シンプルな実装のところはめちゃくちゃ安くご提供して、はい、他の例えばこの機能って絶対必須っすよね。僕はもともと制作やってたんでめっちゃわかるんですよ。例えば、はいはい、落ちた時にアラートが来るための死活監視っていうのを入れてないサイトどんだけあるのかみたいな、はい、そういうところに口出しできたりとかすると。そうですね。あとデバッグっていう作ります、でそれがちゃんと本当にエラーがないのみたいな、はい、テストしたりとかする工程ってあると思うんですけど、はい、そういう方に時間を割いてクオリティ高くするっていう方向で価値を感じてもらえるんだったら、そこでお金を頂戴するみたいな感じですかね。はい、いやそれは確かにめちゃくちゃいいっすよね、発注者さんからすると。ちょっとここでぶっこみたいんですけど、はい、こういう感じで僕の理解で一旦話しますね。相口さんずっとね10年ぐらい一緒に仕事してきて、はいはい、ぶっちゃけた話ちょくちょく納期遅れる病気やったじゃないですかでもそれって要は相口さんが案件めっちゃ受けてて、はい、かつ手動でやってるから、はい、受けすぎちゃって間に合わないっていう話があったと思うんですけど、 そうですね、そこって正直今って改善されてますか。前は物理的に時間が足りなかったんですよ本当これ申し訳ない話なんで、ね、そう寝ないでなんとかコーディングしてギリギリになってちょっと3日伸ばしてくださいみたいなのが続いてたんですけど、うんうん、今なんでその物理的な部分が本当解消されて、うんうん、結構多くの案件を受けても同時並行できるわっていうぐらいになってきたって感じ、うんうん、なるほどなるほど。効率が3倍になっても、はい、案件が3倍ってねそんなに増えてるわけじゃないでしょ。さすがに3倍まではいってないでしょ、はい、2倍ぐらいまではいってるかもしれないですけど、はい、それでもなお前よりは余裕を持って、そうですね、1案件1案件に対して心血注ぐことができるみたいな、はい、そういう理解つけど合ってますか。合ってますよかったよかった。大変だったんすよ僕がねディレクターで相口さんが実装者、要はエンジニアとして活躍してもらってた時に、僕はもう相口さんが遅れる前提で納期を伝えるとかもし遅れてしまったらその遅れてる間に別のところでできたページから順番にデバッグかけて、でも結局他のページができたら全体デバッグしないといけないんですけど、つないでできるだけデバッグの工程を縮めるような努力をしてきたわけですよ。お世話になりましたというわけでちょっとまだ費用面で2分の1とか3分の2ってお話いただいてくれたと思うんですけど、軽く相場の話もできればなと思ってて、分かんない人いるじゃないですか。そうですね。要はとある制作会社とかディレクター PM の人とかにこの制作お願いしますよって言った場合って、その人から見積もりが来てその内訳の中でコーディングとかってなると思うんですよ。そこの相場感についてちょっと簡単に説明できますかね。まあ、よくあるのはホームページと LP っていうのは1枚で商品を売りたいみたいなものがあると思うんですけど、例えば1枚
枚でランディングページだとすると大体10から15万ぐらいが、うん、あのコーディングにかかる費用、うん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 、デザインとかを除いて、うん、もうみんなさんが想像するような長さのものですよね。まあまあ長いやつですよね、はい、まあまあ長くてお問い合わせがあって、うん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 、でちょっとアニメーションするぐらいのものが10から15万、はい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 、違和感ないですね、はい、でホームページは大体まあコーポレートサイトとか会社のメインのサイトとかで大体15から20ページぐらいあるイメージで、あとはホームページなんでサーバーに上げたりとかワードプレスで記事を投稿できたりとか、うんうんうん、そういうのを作る前提で70から80万ぐらいかなってイメージです。まあ確かに大体そんなもんですよね、はい、ってなった時に相口さんに本当に要件が固まってると言いますか、はい、これを実現してくださいみたいな形でご依頼するとどんくらいの価格感のイメージでいけるんですかね。それで言うともう相場の半分の8万とか、うん、どのぐらいではもう対応できるかなって言って、うん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 、でホームページもページ数とあとはなんか裏側の実装には寄ってしまうんですけど、うんうん、もう50万ぐらいで基本はコーディングを簡略化してできるかなって、うんうん、なるほどなるほど。プラス普通に頼んだのに対して言い方選ばずに言うと余るわけじゃないですか、はい、その予算をアニメーションをちょっと入れたいとか、はい、フォームが来た時になんかそれを自動でスプシに転記する機能を、はいはいはい、そういうのを作るとかっていうところに当てれるから、そうですね、めちゃくちゃありがたいですよね、はい、発注者からすると、まあ、あとよくあるのはホームページをいちいちなんかこの文言を変更するのにエンジニアにお願いしなきゃいけないみたいのを管理画面で全部自分でできるようにするとか、そういうなんかカスタマイズ的なことが余った予算とかでご提案できるって感じですね、うん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 、あと多分結構あるあるなのが、はい、納期急いでるパターンね。そうですね、もうそれしかないです、はい、そのパターンで言うとそれこそ相場と同じぐらい普通って特急料金って大体2から3倍取るんですよね、はい、でそれをひっくらめてもちょっと高くなるぐらいで済ませられるかなってイメージですかね、はい、そうですね、それは結構ありがたがる。それこそ事業主というよりかは代理店さんとか活躍してるフリーランスのコンサルとかディレクターの方もぜひ使ってくださいっていうところかもしれないですね。基本的にやっぱ納期が忙しい方が多いと思うんで、いやまあそうですよね、特に制作になると予想も難しくて、うんうん、結局やっぱりさっき言ったみたいに前工程要件定義してサイトの下書き書いてデザインに起こして、特にデザインですね。そうですね、ここでもう送る基本はデザインの固めるところでどんだけ想定通りにいかんかったケースがあるか、はい、7割じゃないか。そうですね、うん、もう7割はやっぱそこで遅れて、うん、でも納期は決まってますよね、うん、そう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 ここまでにローンチしたいみたいなのって、はい、特にランディングページとかの場合ってあったりすると思うんで、はい、そういう時に間に合わないやばいって思ってでもコストが避けねえみたいな時に、はい、こういう自動化成人を召喚してやってもらえるとしっかり予算内の金額でできることって多々あるんじゃないかな。そうですね、火消し要因として呼んでいただければ一時期ねそのサービス一緒に立ち上げようかみたいな話、はい、そうですねひたすら火消しをする多すぎやろみたいなというわけでちょっと最後に相口さん自体のそれによってシンプルに実装コストが減るみたいなところで言うと、はい、それって結局そんなに大きな価値なんだけども、はい、それだけだと相口さんとしては美味しくないわけじゃないですか、はいはいはい、他なんか自分としてこういう付加価値がお客さんにフィットしてるとか喜ばれてるみたいなのあったりします、はい、実装コストが低いっていうところ以外で言うと、はい、自分の一番のやっぱ価値としてはクライアントとのコミュニケーションができるってところがエンジニアだとあんまりないかなと思っていて、それで何がいいかっていうとクライアントからここをこうしたいっていうのを普通だとクライアントから PM に伝わって、うん、PM からディレクターに伝わって、うん、ディレクターからエンジニアに伝わるんで伝言ゲームじゃないですけど、うん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 、ずれたりとかするのが自分の場合結構もう PM の入ってるチャットとかに入れられて、うんうんうん、もうそこ上で会話して、うん、そのまま実装に落とし込んだりとか、うんうんうん、あとはなんか逆にもうそこでこういう風にする形でよろしいでしょうかみたいな直接の交渉ができるってところが結構な付加価値かなと、うんうんうん、なるほどなるほど。その分やっぱあれですね、 PM とかディレクターの人にはビジネスサイドでちゃんと価値提供しろよっていう、はい、それができないんだったら俺にフィーをたくさんくれよ。余計定義とかは任せたぞ。なるほどなるほど、はい、なんか他あったりします。それで言うともう実装経験っていうのが井原さんとやってた頃とかだと、うん、1日1サイト作るぐらいの動きでやってたんで360サイト、はい、今至る所に自分の作ったサイトと CSS が転がってるんで、うんうん、それが何がいいかっていうとコーディングってホームページごとにこの部分が一緒だなっていうところがあるので、うんうん、それを結構使い回せるんですね、うん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 、それももうシンプルにスピードがやっぱ爆速になって、うんうん、かつ GPT で新しいテンプレートも即作れるになってきたので、合わせ技でこれ作りたいなと思った時に GPT にこういう風に書けば出てくるっていうのが今までの経験値であるっていうのが強みです。じゃあプロンプトもすぐに思いつくし、思いつく、そもそも自分が持ってたアセットがもう大量にあるからそこからどれ引っ張っていくかなみたいな。そうなんで今のやり方としては GPT に自分のアセットを入れてこれをこういう風にしてくださいってできるんですよ、うん、テンプレートみたいな HTML
メールを渡して、なるほどね、これをなんかこういうスライドにしてくださいみたいなのが即できるんで、最新をすぐ引き出しみたいになって、うん、改めてそれ聞いて思ったんですけど、もともとアセットがたくさんあるようなエンジニアとそうじゃないエンジニアでいうと、もともとそこに開きはあったっていう話ですよね。そうですね、そこのスピードだったりとか、はい、コスト面で勝つ人がどんどん勝つみたいな構造にそもそもなっちゃって、それが GPT でさらに、そうですね、あの引き上がってしまってるっていうってイメージです。サイト制作特にコーディング面においては、はい、こんな価格でやって大丈夫みたいな会社が時期に出てくるかもしれないですよね。そうですね、 AI を使ったみたいなのを見せずに裏でやってるところもだんだんと出てくるのかなっていう、はい、それで言うとね、今はノーコードっていう拡張性が低いっていうところが多分一番の欠点だと思うんですけど、はい、それもなんかたくさん出てきてるし、サイト制作の実装に対してお金をかける時代っていうのはもう実はなくなってる、はい、その他の機能面、そうですね、他でどう差別化するかっていう、はい、UI UX みたいな、はい、使いやすさみたいな部分だったりとか、裏側のコスト削減のための機能みたいなところにお金をかけられる企業が買っていくのかもしれないですね。じゃあそこに相口さんは存在していると。そうですもうそっちの領域に足を踏み入れているっていう話、ね、はい、結構やっぱなんで作った経験が多いんで、うんうん、このホームページだとこういうのがあったなっていうの知見が溜まってるんで、新しくホームページ来た時に、うん、あなたのサイトだったらこういう作りにした方が裏の人件費削減できますよみたいな、そういう提案ができやすいってことです。なるほどです、なるほどです。僕も結構年末にね、はい、GPT の YouTube みたいなめっちゃ見て、はいはい、これは来るなって思っちゃったんですよねその流れでちょっとこの間会った時に話したら、はい、マジでそうっすよみたいな話になりまして、去年の1月は衝撃受けてましたね、うん、あ、そう、2秒で課金しました、ね、見た瞬間終わったと思っていや、そこは今後ビジネスサイドでも勝ち組負け組がちょっと出ちゃう気がしてて、すごくさ、内部にもちょっと警鐘を鳴らすような動画になるといいなと思ってます、ね、はい、というところで、シンプルに実装部分安くしたい、でもクオリティは当然下げたくないみたいな方は、今日言ったみたいに相口がぴったりだと思うので、一旦ちょっとね話聞いて、多分見積もりその場で出せんじゃない、そうですね、その場で出せると思うんで、もう30分くらい時間もらったら、はい、できるかできないかみたいなとか、いつまでにできそうとか、はい、そういうのも多分言ってくれると思うんで、はい、超楽っすね、シンプルコーディング、はい、相口さんに相談してくださいっていう、はい、話でした。というところで、お問い合わせいただける方は概要欄の方から相口指名でお問い合わせいただければなと思います。というわけで、めっちゃおもろかったっす。ありがとうございます、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。